Innovation. Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. え、皆さんこんにちは。こんにちは。カルティベース。はい、カルティベースファシリテーションラジオを始めていきたいと思います。本日は私臼井が、進行していきたいと思います。そして、ゲストにですね、ファシリテーターの夏川まりなさんと押田一平さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お二人よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、夏川まりなさん、創造性教育という教育の、専門家として、アートエデュケーターという肩書きとファシリテーターという肩書きを合わせ持った形で耳ぐりでファシリテーター業をやってるんですけど、そのマリナさんが持っているその創造性教育の中でも、なんだろうな、巨体験っていう、はい、ワークの方法があって、そのなんかこう魅力に迫るっていうことをちょっとやっていきたいなと思っていて、ちょっと僕の方からその概要を軽く、なんか概要、ちょっと説明したいなと思うんですけど、そのマリナさんはね、その創造性教育っていう、そのもともと美術教育家である高杉勲先生がこう始めた、なんていうか教育の方法っていうことですよね。それをこう5歳からその教室に通って、たしなんできたっていうのがあって、で、今に至るって感じですよね。そうですね。で、そのなんか創造性教育って僕の解釈だと、なんかその現実に存在するものと存在しないもの、ありえないものみたいな、イマジネーションの中にしか存在しないものっていうものを、なんかこうどちらも対等に扱っていく、なんか そういうこうコンセプトを持ってるなっていう風に感じてて、でなんかこう現実に存在するしないっていうものはこう、矛盾していくんだけど、その矛盾をなんかこう実際にものを作る、 なんかこう造形してみるっていう活動を通じて、こう楽しくそういう矛盾や葛藤に、こう現実と非現実の矛盾や葛藤にこう向き合っていく、そういうなんか技法っていうイメージがあって、がその方法をマリナさんとこう体得して、そのプログラムを実際に子ども向けの教育活動でも実践されてきてるし、あとは最近だとその組織開発とか事業開発の案件の中でも、はい、活用してきてるっていうところがあるので。なんかこの創造性教育っていう方法の中でも、特にその巨体験っていうやり方、ワークのやり方が、これ論文にもねなってたりすると思うんですけど、そこに今日はちょっと迫っていきたいなと思ってます。で、これとある企業 の新規事業のアイデアを考えるというワークショップのイントロで、じゃあちょっとマリナさん巨体験お願いしますみたいな感じでさらっと、あ、じゃあやりますみたいな感じで、本当にあれ10分ぐらいかなっていうので、なんかこの巨体験っていうワークをやったんですけど、その時に一緒にその場にいた押田さんがこれは一体何なんだっていう形でポカンとしていたっていうのがあったんですけど、押田さんはこの まだ巨体験とは何かっていう話をする前に、巨体験を見た感想をちょっと押田さんに聞きたいなと思うんですけど。そうですね。いや、なんかそう、矢吹さんからだから巨体験今回できないかみたいな話があった時に、なんか社内でその巨体験という言葉が使われているのを知っていたんですけど、それが創造性教育とも何らか関係がありそうだみたいなところもなんとなく感じていたんですけど、どんなものなのか分からなかったん で実際に僕もそれと当日初めて体験したんですよね。で、なんかその時はなんかそのなんで目をつぶってもらいましたよね、確かね、みんなに。みんなに目をつぶってもらって、マリナさんがこうリードするような形で、なんかこの、あなたが、その、包めると思う、なんかこの、なんですか、ものすごい大きなものをイメージしてくださいみたいなことを確か言われたんですよ。で、とにかく大きなものをイメージして、で、その、大きなものをだんだん、なんかこの、手のひらサイズに小さくしていって、手のひらの上に、乗せてほしいと。で、それをなんかその何ですかね、小さくなったそのものを、それに合うなんかこの、材質だったりだとか色だったりだとかの布で包んでくださいと。で、その包んだ時の布はどんな布でしたか、どんな色でしたかみたいなことを問われたんですよね。
で、これは一体何なんだと、なんかこうやりながら、一体何が始まったのか、もうその時の、やっぱ、事業を考えるワークショップみたいな感じだったんで、うん、全く何が起きているかわからないまま、そのまま、僕も一緒にやったんですよね。そう。なんですけど、その時に、実際になんかその参加してくれた人たちから、なんかその、私は、富士山を包みましたとか、私は大仏を包みましたとかみたいなものもあれば、なんかその私は家族を包みましたみたいな、なんかこう物理的な大きなものではなくて、何かその人にとってなんか大きな存在であるみたいなものとして家族っていう言葉が出てきたりだとか、でなんかこの包んだ布もなんかこう色とか材質だったりだとか、透明の布で包んだっていう人もいればすごい様々で、で中にはなんかその音楽を黒い布で包みましたみたいなことを言われてた方もいらっしゃって、でそれがすごい面白かったんですよ。もう本当になんか本当にみんな一人一人全員違うような答えが出てきて、で結果まあ後でなんか種明かしみたいな形で、うん、まあなんかこのまあ後でちょっと話してもらうと思うんですけれども、なんかその創造性って誰の中にでもあるんだよねみたいな、そう普段なかなかそういうワークショップとかで新しいアイデアとか出したりだとか、まあなんか自分の意見とかアイデアを言うのって結構ハードルがあったりすると思うんですけど、まあ、そのワークを通じて本当にもうそれぞれに違うなんか答えが出てきて、でそれがなんかすごいやっぱり面白かったんですよね。で、うん、ただそうすごく面白かったっていうのは分かったんだけれども、何なんですかこれ一体っていうのを今日マリアさんに聞きに行ったっていうのが、はい、まあ、僕としては、はい、今日聞きたいところで、めちゃめちゃ楽しみにしてるんですけど、やっと具体験が何なのか知れるっていうことだ。はいはい。そう。いや、ありがとうございます。これね、ワークショップの中では、まあ、肩の力抜いて、うん、こう思い浮かんだことをどんどん出していきましょうよっていう、まあそういう場にしていきたいんだっていうメッセージを伝えるためにちょっと練習しようっていう意味付けで、この巨体験本当にワークショップの、まあいわゆるアイスブレイクみたいな感じで10分間ぐらいですかね、時間を取ってやってもらったっていうのがあって、まあその時はなんか何かを包むっていうキーワードでやってもらったんですけど、なんかそこからバーッとなんかどんなものでもいいので思いついたものをチャットに書き込んでくださいみたいな感じでやったら、うん、まあ、すごくなんかこうへんてこなアイデアだったりとか、うん、なんでこれ思いついたんだみたいなものがこう出てくるんだけど、でもなんか目つぶったら思い浮かんじゃったんだもんみたいな感じでこうアイデアを出してもらったと。だからそんな感じで思い浮かんだものをどんどん出してもらっていいんですよっていう、まあこうなんか場のマインドセットを作るために、まあ巨体験っていうものをやったんですけど、なんかでも思い浮かんだものが語られるとか、なんか肩の力抜いて、まあ、こうなったらいいよなとか、こんなんあったら面白くないみたいな話が素朴にできる組織の文化とかカルチャーっていうのがあって、でそういうものがやっぱりこうやがてはこう大きなイノベーションにつながっていくような創造性を発揮していくっていうのがある気がするんで、まあ、今日話す話はなんか特殊な美術教育の話というよりも、なんかこう素朴にアイデアが湧き出てくる環境とか、湧き出てきたアイデアをなんかシェアして大丈夫なんだっていう、そういう心理的安全性のあるコミュニティ作りってどういうふうにやったらいいんだろうって思ってるエグゼクティブとかマネージャーの方にも、まあこうぜひ参考に聞いていただきたいなってことで、ファシリテーションラジオで話してるっていう感じはあるんですけど、まあちょっとそんな前置きはさておき、その押田さんが目撃したなんかね、参加者がいきなりこう得体の知れないアイデアをポンポコ出していった、10分間は一体何だったのかっていうところをちょっと深掘りしていきたいなと思うんですけど、そもそもこの巨体験っていうのってなんか何なんですかっていうと大雑把な質問になっちゃうんですけど、はい、ちょっとその辺マリナさんに教えてもらってもいいですか。いやもうそれはなんか体験してから皆さんと一緒に考えることができたらいいなって思いますので、ちょっと今から、はい、これをね聞いてる皆さんと一緒にプチ体験をして、うん、その経験をもとに語るってことができたらいいかなと思っております。いいですね、驚きをリスナーの方に味わっていただきたいですね。じゃあここからちょっとあれですね、こうラジオとしては特殊だけど、はい、まあ、流れで聞いてる人とかね、電車で通勤中の人とかは寝てるふりしてちょっと目をつぶって聞いてもらうみたいなイメージで、はいはい、これ思い浮かんだものとかあったらね、ぜひツイッターとかね YouTube で見てる方は
コメント欄とかね、ぜひ投稿してもらえればと思うんですけど、うんうん、ちょっと実践してみてもらってもいいですか？はい、なんかいろんなね初体験のエピソードがあるんですけど、なんかせっかくなので今回はなんか実際に案件で N コンさんと一緒に行ったメタバースの未来の学校を考えるっていう、未来の学校みんなで VR 上に作っていくっていう案件があるんですけど、その時に行った巨体験を今から皆さんと一緒に体験していきたいなと思っております。で、準備はすごく簡単で、まずはゆったり深呼吸をしていただきたいというところからですね。息を吸って、はい、でなんか肩の力が抜けていって、ゆっくりまぶたを閉じてみてください。で今から私が話し始めますので、その言葉をねただリラックスして聞いていってもらえればなと思います。それでは話し始めます。あなたは、今日もメタバースの未来の学校に出かけました。今日は数学の授業です。 VR の世界に入ると、宇宙に星が浮かぶようにさまざまな数字があなたの周りを取り囲んでいます。さまざまな数字が今あなたの周りを取り囲んでいます。そこからあなたは目に留まった好きな数字を一つ選んでみてください。一つだけですよ。その数字は何色をしていますか？その数字に好きなように触れてみてください。するとその数字はみるみる形を変化させていきました。その変化する様子を少し眺めてみてください。どのような形に変化していきましたか？それでは目を開けてください。簡単にちょっとメタバースで行ったね、数字の巨体験を体験したんですが、見えたよって人も見えなかったよって人さまざまだと思うんですが、臼井さんと千田さん、数字一つ選べましたでしょうか？ちなみに、はい、一つ、はい、なんかたくさん、なんか僕なんか 4.5 みたいな、はい、4と5みたいなのがなんかぐちゃっとなってるやつをなんか掴んだというか、なんかスーッとそれが近寄ってきて、はい、ずっとそれ 4と5がこうぐるぐる回ってるみたいなやつ。へえ何色してましたか？ちなみに、なんだ、赤と茶色みたいな色味でしたね。赤茶色。え、押田さんは？僕はなんか3、数字の3だったんですけど、黄色い3だったんですよ。はい、で触ったらちょっとプニプニしてて、へでだんだん触ってたら、この3のこのこうなってる、このちょっとすみません、音だけで聞いてる人分かりづらいと思いますけど、真ん中の出っ張りみたいなところあるじゃないですか、はいはい、そこがこうぐーっと伸びていって、バナナの3になっていったんですよね。3を横に横に寝かせて、真ん中ら辺をこうで引っ張っていったら、ま、そのバナナの3になっていった。最終的にバナナの黄色いバナナになってしまいました。素敵ですね。あ、それ見る見る変化していきましたっていう言葉を聞いて、そうですそうです、バナナになっちゃう。最初は3と黄色かなぐらいの感じだったんですけど、触ってくださいみたいな話があったじゃないですか。で触ってたらいつの間にか、引っ張ったりしてたらいつの間にかバナナになった。あ、プニプニしてるから引っ張って。はあ。いや、すごい、2人とも魅力的な、なんかそれぞれの世界がね展開されたかと思うんですが、ちょっとこれに加えて解説していくと、うんうん、なんか今話した時に別に私は一言もなんかイメージしてくださいって強い言葉で言っていないのにもかかわらず、なんか臼井さんも志田さんもこれを聞いてね、皆さんもなんか数字の色細胞を思い浮かんだりだとか、志田さんに至っては3がバナナになっていくっていう、そのある意味
なんでその普通にさんと対面しただけでは考えられないようなことまで本当自然に生み出されていて、でそれをいや自分を見てしまったんだ、こうなんだよっていうお話をしていただいたと思うんですけど、まあ、それをちょっとあのいろんな言葉があるんですけど、まあ、自然発生的な力って訳すことができて、まあ、それをスパンタネイティって言葉で当てはめてるんですけど、巨体験ではあのなんか想像しなきゃイメージしなきゃってこう怖がるんじゃなくって、頑張らなくても皆さん一人一人にもう独創的な世界があって、一人一人がもう数字の色を感じられたりだとか、その変化を何にも頑張らなくてももう生み出してしまう力があるんだよっていうことを、まあ、体験していただくような時間になっています。でこれをまあ案件とかあの、まあ、子どもの創造性を刺激するときはちょっと現実には存在しないありえないような出来事を語りをともに一緒に歩んでいたりだとか、なんか新規事業アイデアとか頑張って考えなきゃって言ってる人にちょっと肩の力を抜いてふって思いついたものをそのまま表に出してみていいんですよっていうことをあ のんびり伝えて、でそういう時間を一緒にあのその中イマジネーションあふれて、でそれがクリエイティビティにつながっていくような時間を作ってるっていうものがこの巨体験 の、まあ、エッセンスっていう感じになりますね。なるほど、ありがとうございます、はい、この触るっていうのがなんかポイントという か、なんかさっきのやってみて思ったのは、こう数字って触れないじゃないですか、まあ、文字で書くことはできるけど、なんていうのかな、こう目を閉じて数字なんか動いてる数字に触れるって、なんかすごくその概念の世界にこう触れていくみたいなイメージがあって、でもなんかこう目閉じてると実際なんか触れたような気持ちになっちゃうんですよね。僕はなんかさっき4と5がぐちゃぐちゃ動いてるのに触るとなんかそれが液体になってこう水風船が弾けるみたいになんかプシャーってこう飛び散っちゃったんですよ。これ何なのかよくわかんないけど、でも数式ってちょっと そういうところがあるっていうか、僕数学全然詳しくないですけど、なんか複雑な数式があって、それちょっとそれを何か手入れたりすると崩れるとか、なんかこうばらける分散するみたいな、すごいなんか触覚的な手触りのあるイメージみたいなのってあるよなとかって、なんか実は数学の本質に向き合うためにはなんかちょっとあっていい切り口だったんじゃないかなとか思いながら今の話聞いてましたけどね。いいですよね、なんか数字が生命として動き出したりだとか、数字が飛び散ったりとか、そういう様子ってやっぱ普段生活してる中ではなかなか得られないし、そんなこと考えるのちょっとなんかある意味そういう特殊な才能を持った人なんじゃないのとか、うん、そういうふうに思ってる人も中にはいますけど、いやいや皆さんの頭で全然考えられてるではありませんかって、そういう力をねたくさん使って楽しんでもらえたらいいなって思って。確かに、いやこれちょっと聞いてみたくなったんですけど、これ某案件でやった時もすっごい大きなものを想像してくださいってまず言って、でそれがシュルシュルシュルっと手のひらの中に収まってしまいましたっていう風に言って、うん、手に乗せるじゃないですか、はい、っていうのと、まあ、さっき の、その数字の巨体験も数字に触ってみてくださいっていう風にして、こう触るっていうこととか手のひらサイズみたいな、なんか 手というもので何かそのイマジネーションにアプローチさせるようなそういう、こう問いかけがあったと思うんですけど、はい、こうなんかこの巨体験においてさ触るっていうのは、ね、やっぱ大事なことなんですか？そうですね、なんか全部が全部触るわけではないんですけど、やっぱりその自分の世界に捉えやすいように身近な存在にしていくってことがすごくその大事なんですよね、その空想上の世界でも。だから全然その、うん、なんだろうな、体験したことがない、なんかいきなりじゃあ釘の中の世界に入ってくださいって言ってもちょっと発想を飛ばすの難しかったりするので、うん、確かに、まずじゃあ手の上に乗せてみてくださいとか、ちょっと香りを嗅いでみましょうとか、じっと見つめてみてくださいとか、それなんか一人一人の身近な世界に少しずつこう馴染ませていくことが大事かなと思っております。なるほどね、やっぱりなんかその自分の世界に馴染むみたいな、こう身近なものに引き寄せるって言った時に、自分の体のスケールにこうちょっと一回想像して置き換えてみるとか、触れられるものに置き換えてみるとか、なんかそういうこうなんか転換をちょっとイメージの世界の中に作っていくみたいな感じなんですかね。そうですね、もしかしたら、ね、自分がめちゃくちゃ大きくなって例えば飛行機ぐらいになる時も、
なんか少しずつ例えばなんかあなたの背がなんか家ぐらいになりました、あの木ぐらいになりました、飛行機ぐらいになりました、ちょっとずつ大きくして、でそれで大きな手で地球をこうすくわせるとか、はいはい、なんかまあ自分が大きくなる場合もあるし、対象が小さくなる場合もあるし、でもあの少しずつ変化させたりだとか、あのなんですかね、突拍子もないことを言いすぎてついていけないよってならないようにしないとなっていうのはありますね。なんかでもさっきの馴染むっていうのはすごいよくわかるなと思って、僕さんがバナナになったって言ったじゃないですか。でもそれはやっぱりなんかこの手のひらに乗せてさんを触っていたんですよね。だからなんかやっぱり同じぐらいのこの手に馴染むサイズ感としてのバナナみたいなイメージが多分それこそ自然発生的に生まれたんだと思うんですよ。でも3の形状に黄色を掛け合わせたことによってバナナが想起されたみたいなのも、なんかそれも自然発生的に生まれたような気がしていて、なんか確かになんかすごい、あれがもし自分が例えばあの巨大化して、なんかその自分が巨大なイメージみたいなものが前提になって考えていたら、もっと多分違うサイズ感のものが想起されたんじゃないかなっていう気がするんですよね。確かに、うん、いや本当になんかやっぱ人間のあるいは無意識の力ってすごいなって思っていて、なんか何にも多分意識してなかったと思うんですよね。あ、これでバナナを作ろうって思って作るんじゃなくて、バナナになってしまっていたし、だから私たちはそれぞれすごく広い世界をそれぞれ持っていて、その力をちょっと借りてるだけなんですけど、でもなんか普段の生活で、いや、3がバナナになってさとか言ったら、え、こいつやべえやつなんじゃないかって思われてしまって、うん、なかなかなんか本来自分が持ってる、本当は持っていたはずのそういう世界をあの現実世界に生かすことができないみたいなことは、うん、あの往々にしてあるかなって思っていて、まあ、それがそういう自然発生的なのをちょっと抑制してしまう、検閲、自分の表現にこう検閲してしまうっていう言葉で語られているんですけども、うん、なんか、まあ、ワークショップの最中でもそういう検閲を少しずつほぐして、なんか会社でそれぞれ あのポテンシャルとか、 なんか表現とかが発揮できるように、なんかそういう形でも使えるんだなっていうのは、はい、最近の臼井さんとね、押田さんとの案件とかでも私自身もなんか学んでることだなって思う。確かに、いや、なんか今話を聞いてて思ったんですけど、なんかこう今回は数字だったり何かを包むだったりっていうのが具体例になってたんですけど、あの企業や組織で考えてることって、あのでよくあるのって、なんかこう現状の問題って何なんだろうっていうので、あの耳ぐりの人だとよくアズイズの課題感みたいなこととか言ったりするんですけど、現状の問題が何かっていうことと、それが解決された理想の姿って何かっていう、まあこの2つの問いって、まあ問いのデザインとかでもありますけど、本当にみんなよく考えてることだと思うんですよね。ただ、なんかほにゃらら問題について手触りを持って考えれてるかとか、なんかそれが解消してなくなった世界ってどういう世界なのかっていうのを想像して、それをこうちょっと素朴にシェアするみたいな、そういう機会ってなかなかないなと思った時に、なんかちょっと今度マリナさんに作ってみてほしいなと思ったのは、まあ、な僕が作ればいいのか分かんないですけど、そのなんか組織の中にある問題を想像して目を閉じて、なんかその問題の一つにこう触ると、でそれをこういじくり回して、でそれが消えてしまって新しい世界に変わってしまったとしたら、なんかどんな世界が広がってるのかみたいなことをなんか目を閉じて想像する、でなんかそういうことをやってみると、なんか問題が解消された世界なんてこう分かんないじゃないですか。分かんないけど、でもそれを想像して作っていくっていうことがなんかやっぱり大事みたいなことを考えると、そういうなんかこういう世界になったらいいよねとか、面白いよねとか、こんな世界になっちゃったんだけどそれってどうなんだろうねみたいなことを笑いながら話すとか、なんかそういうこうリラックスしつつ、こう問題とそれがこうなくなった世界みたいなものを想像する時間みたいなのって、実は組織に必要な時間なんじゃないかなとかって思いながら、あのマリナさんの今の話を、はい、聞いてましたね。というところで、なんかあの時間は結構あの経ってしまったので、これ続きどっかでまたあの今回はそのある種のね、その目を閉じて想像するイマジネーションだったりひらめきっていうもののこう
まあ、得体の知れなさにちょっと触れる回になったかなと思うんですけど、まあ、マリナさんはこの創造性教育っていうことをテーマに論文書いたりとか研究活動もしているっていうところもあると思うんで、またこのファシリテーションラジオでその謎に迫っていく時間も作れたらなと思うんですけど、まあ、今回ラジオね聞いていただいている方はぜひさっきの数字に触れて何が起こったかとか何色だったかみたいなところとかコメントだったりツイッターだったりとか投稿していただけたら我々も嬉しいなと思っているので、うん、はい、聞いてみたいなと思うんですが、どんな答えが出るのか楽しみです。そうですね、はい、じゃあちょっと最後にお二人にそれぞれ今日話してみた感想を聞いて終われたらなと思うんですけど、押田さんいかがでした？そうですね、まあでもなんだろうな、あ、これが巨体験だったのかみたいなところまではまだ全然至れてまだ何なのか分かんない、入り口、そうそうそう、まだ本当に入り口にそうですね、まあ、見取り図というか簡単に、うん、説明していただいたという方なんで、まあ、これからルールにいろいろと森田さんともそのあたり一緒に話しながら深めていければなとは思うんですけど、でもすごいなんかやっぱ、うん、面白いですよね。なんかやっぱりさっきのその手触りだったりだとか色だったりだとか、さっきの組織の課題みたいな話も、例えばあなたが感じている組織の課題って何色ですかとか、うん、なんか手触りはザラザラしていますかとか、そんなアプローチって考えることないじゃないですか、うん、そうだからなんかやっぱりそこがなんかやっぱり自分たちがいかに記号というか言語みたいなものに全て思考が縛られてしまっているかっていうところをなんかすごい問い直させられる経験だったなっていうのがすごい今日面白く出していただきました、はい、確かにね、組織の課題がなんか1枚の紙になってるとしたらどんな手触りですかと、うん、でそれを引きちぎったらどんな形になりましたかとか、なんかよくわかんないけどそういう思考の中でこうね、組織の課題っていうものをこねくり回してみて見えてくるものとかありそうですもんね、うんうんうん、あ、これからもうちょっと深掘りして聞いてみたいっていうところですね。そうですね。ありがとうございます。マリナさんはこうご自身がやってきてる実践を今日話してみてどうでした？はい、そうですね。なんかもともと巨体験はなんか空想上の世界じゃなくて、創造性教育まだね、コロナ以前は実際にやってたんですよね。実際に数字作って実際に触ってたし、でもなんか、ね、粘土とかで作るとかってことですか？はい。はい、そうなんです、はい。でもオンラインになって。それができなくなってしまった時に、虚数っていうかものからね、言葉は来てるんですけど、うん、現実上に存在しない数でも計算上ですごく役に立っているから現実に体験したことじゃなかったとしても、それが現実世界に生きるってことはあるんだなっていう気づきを得たことがあって、うん、それでこういう虚体験っていうワークで企業さんとか子どもたちに向けてもやっていて、なんかまだ探求途中でもあるんですけど、なんかこういうなんですかね、なんか現実にはできない体験をみんなですることによって得るものっていうのは、なんか今後ファシリテーションラジオでもなんか時々話せたり、なんか皆さんと一緒に探求できたらいいなと思っております。はい、なるほど。確かにこうオンライン向けだしラジオ向けですよね。オンライン最適で作られたっていうのもあるし、そうですね、はい、そうなんか声だけでできるワークだから、うん、確かになんかいろんなパターン知りたいし、もしねこれ聞いていただいてる方で自分の会社オリジナルの巨体験を作ってみんなで何か組織課題をこねくり回したいとか、なんかこうこの組織で作ってる事業の何かほにゃららっていうテーマをなんか新しい視点で捉えたいみたいなご要望があればぜひ、はい、夏川さんがオリジナル巨体験を作ってくれるかもしれないみたいなねあるかもしれないんで、はいはい、みたいな形で今日はちょっと巨体験の謎に迫り謎が深まる回だったのでまた、はい、今後のシリーズでも、はい、シリーズ化できたらいいのかな、ちょっといろいろ探求したいなと思ってるんで、うん、はい、引き続きお二人よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。